先日ツイッターでオーソリティ行ったのよ。そしたら俺のがさいっぱいグッズが置いてあって、気持ち悪いぐらい、ね、ありがたいことに、ありがたいことに置いてあって、でヨネックスのシューズのアイタルのおすすめってやつじゃん、ヨネックスのシューズのとこに携帯の画面に、ね、そうポップが、ね、その真隣にアシックスでのポップでアイタルのおすすめって言ってこうやっていいのかなと思って、ね、まあいいんだけど、別にあの何がいいとかじゃなくて性能を説明してるだけだから、あくまでヨネックスのおすすめ、そう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 、アシックスのおすすめはこれって感じだから別にいいんですけど、でそのツイートをね上げたらちょっと事務所から連絡があり、あれね、あれ掲載期限過ぎてるからあれダメなやつだったらしい、アシックス俺かなり余計なことしちゃったらしい、アシックスもあとあの昔やったさオーソリティと俺のコラボボール、おーそうだね、あれ発見したんだよね、あれあるみたいな、うん、あとエッジガードもあったね、エッジガードもあったし、あとガムブーストのガットの、あーはいはいはい、そうあれもあったね、あれもあったパネルみたいな、あれね、全部あったね、あれね、なんかダメらしい結構見るよ、結構見る、別に俺らね嬉しいけど、うん、一応まあね、掲載期間があるって、契約上ね、俺余計なことしちゃったらしいはい、すいませんでした、どうもアイタローチャンネルのアイタローとニャンとヨコタンです、お願いします。今日はですね、うん、まあ、前回こちらの S ファングについていろいろ話をしたんですけれども、出たら食いつきマジ、まあ、アイタローチャンネル恒例の、まあ、カットサーブはどうなんだいっていう、いや見たいじゃん、そう、まあ、ボルトレイジーのボルトカットをやったわけよ、うん、ジオカットもやってるじゃん、ジオカットやってる、ファングカットやってねえから、ファングカットね、ファングカット、なるほど、今度はストリングの性能を確かめる、でこれ結構食いつきがいいやつだから、はい、多分ね結構切れると思うし、打感も軽いじゃん、うん、だからいい感じにいくんじゃねえかなっていうことで、どっちのラケットで、どっちもやってみる、どっちもやる、うん、やってみます。今回だからカットの説明は前回もやってるんで、はい、そちらはまたあの見てください、ボルトレージでカットサーブの時に改めて説明してますね、はい、カットのコツやり方とか上手くなる方法はやってますね、うん、今回ひたすらカットサーブを打ってみんなから見る切れ味をね、うん、各々感じることあると思うね、あの感じてください、はい、感想も特に言いません、私は自分で考えますそう、見て見て学べ、うちの動画そういう感じじゃないです、見て学べたわけアイタローチャンネル、じゃあまずはボルトレイジに貼った S ファングで打っていきたいと思います。でもめっちゃ良いんですけど、めっちゃいいですね、食いついてる、食いついてる、ラケット自体は弾いちゃうじゃん、ああそうだね、でも、この辺はストリングでカバーできるかも、ナイスだ、いいね、はい、次ジオブレイク 80S の新色で打っていきます、こちらも S ファンク、ちょっとこの辺はね、ラケットの性能が出ちゃうかもね、どっちかっていうと、もちろん持つはずだけど、あ、またやっぱ違うね、感覚今のやだ、入ってるよ、えぐつなくても入ってるよこの多分ストリング自体が食いつきがいいから、わりかし乗ってくれるね、軽く振ってもそんな力入れてないけど今、ボルトレイジ、ボルトレイジ結構回転かかんない、結構ね、あのギャンってなってる、そう音がいいね、吐き切った時、あ、いいじゃん、今のいいじゃん、次ジオブレイクの 80S の新色ね、こっちの方が切れそうだな、でも切れてんな、まあ、ラケットのしなりが違うからね、あそこもあるの、あのボルトレージって先端の方にあるじゃん、いいね、いいね、シャフトがしならないんだよ、ボルトレージは、そうだね、そうシャフトがしならないから、ジオブレイクの場合はシャフトの方か、だからどっちかというとボルトレージは先端の方でちょっと切るイメージ、そんなに器用じゃね切るイメージの方がいいかもしれない、こっちの方がよかった、うん、ああジオブレイクの方が、まあファイティングかかった、そうだね、そうどっちかというとそういうラケットだからねジャイロバーストシステムとかいう回転を与えて打つっていうやつだから、アイタローチャンネル、ありがとうございました、ということで今回はこちらの S ファングでカットサーブ打ってみたいでした、カットサーブセンスだから、ちょっと若干センスだから、カットサーブやめろやめろいや本当センスってそういうなんていうの、元から持ってるとかじゃなくて
タッチみんなが持ってるものなんで、それをどう生かすかであって、あ、そうだね、そのラケットによってとかこの当て方とかって人それぞれ違うから、叱る範囲ぐらい、それを磨いたらいいんじゃないかなっていうことで、じゃあ皆さんこちら4月に発売するので楽しみにしてください。お試しあれ。じゃあ終わりたいと思います。この動画がいいと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。街を抜け海に出たら次はどこ目指そうか。僕らは